さまざまな料理で欠かせない玉ねぎの値段が今、1パック3個入りで250円です。札幌市手稲区のスーパーでは、玉ねぎの価格が去年の2倍以上に。玉ねぎ高くて、やっぱり買えなくて。で、うち男の子3人いるので、食べる量も増えてきたので。高いですね。調理の仕事してて、常時買わなくちゃならなくて、で、こういう安いところに買いに来てても、それでもなお高い。こちらは、札幌市中央卸売市場の玉ねぎの卸売価格。去年の干ばつで北海道産の玉ねぎが不作だったことや、海外からの輸入量が減少していることなどから、価格は去年同時期と比べるとおよそ 2.6 倍に高騰しています。手に取るのをためらうくらい値上がりした玉ねぎ。今後、価格はどうなるのでしょうか。来月ぐらい、もしくは頭、その次8月頭ぐらいには下がると思いますよ。佐賀県だったのが今度今茨城県とかこの辺まで北上してきて、あちこちでこうね、だいぶ取れるようになってきたから、来月からは北海道産の玉ねぎも収穫されることから、価格が落ち着くのではないかと見られています。今後北海道の伊達とか新篠津かな、そういうところが来月の末ぐらいには新しいの、今年のね、昨年のやつが取れてくるという情報になってますんで、その辺が取れてくればもっともっとね、今まで以上に買いやすくなるかなという期待は持ってるんじゃないかなと思いますけどね。その一方で心配なのが、先週道東を襲った氷の影響です。貫通させて玉ねぎの葉っぱをちぎったから。こちらはクンネップ町の玉ねぎ畑。先週の氷で葉に穴が開いたり折れるなどの被害が出ていました。 JA 北未来によりますと、被害は広範囲に及んでいて、現在被害状況の調査を進めているということです。この傷口から色が変わって雑菌が入ってくるんですよね。この取れるにはやっぱり天候の回復しかないんで、それは本当願うしかないんで、